生一代は、日本の自転車競技選手。千葉県阿弥子市出身。茨城県立鳥出第一高等学校、日本大学を経て、現在愛産工業レーシング所属。自転車競技を始めたのは、高校入学後。本人は、トレッキング的な MTB をやりたくて自転車部の門を叩くが、鳥出一校は、トラックレースの強豪校であり、成り行きで、 トラックレースをやらされることとなってしまった。2006年の UCI トラックワールドカップクラシックスが国際大会のトラックレースとしては初参加となったが、第4戦のシドニー大会、ポイントレースで2位に入り、同年の世界選手権出場。世界選手権の同種目では7位入賞を果たした。2008年の世界選手権、スクラッチでは、 残りあと4周付近でスパートをかけて一時は独走状態に持ち込み最終バックストレッチ付近まで先頭に立った。最後は惜しくも6位に終わったもののその検討ぶりに場内の観客から大きな喝采を受けた。2009年のトラックワールドカップ第5戦コッペンハーゲン大会スクラッチにおいて2位のフランコマルブリラを破って優勝。同大会の中長距離種目として 日本人選手初の優勝を果たした。また同年の世界選手権、スクラッチでは5位入賞。7位のマーク・カベンディッシュに先着した。同年6月14日に行われた、全日本自転車競技選手権大会の個人、タイムトライアルを制した。2010年、トラックレース世界選手権、スクラッチにおいて、優勝のアレックス・ラスムセン、2位のフアン・エステバン、 アランゴと共にいた選手を周回を遅れにし、最後は3位でフィニッシュ。同種目同大会において、日本人選手として17年ぶりのメダル獲得を果たした。思いっきりのいい走りが、身情の選手で、日本人のロードレース選手としては、珍しいアタッカータイプの選手でもある。加えて、スプリント力もある。また、トラックレースにおいても力をつけている。 トラックレースのポイントレース、スクラッチでは常にラップを奪いに行く姿勢を崩さず、同種目の上位常連選手に全く引けを取らない、走りを見せて上記の通りの実績を上げている。J スポーツで放送された十字路の第一ステージでゲスト解説をした、サイの本人団。ケイリン、JP2008 年世界トラック選手権、自転車競技大会。 第2報デュッセルドルフ通信2009年2月19日付記事ウェブ月間経林世界線レポート。ありがとうございます。